八千代湖近くの円通山神社。今日もよく晴れています。大阪城跡に行けますように。今は八重桜が咲いています。愛観堂、言われがあります。五穀神社、赤穂義士の奉納額。さあ行きましょう。のどごえ中左衛門の神社、八千代湖のどごえ公園の方です。綺麗なダム湖、水没した木が頑張っています。昔は集落があったところ、ソメイヨシノは終わっています。ここ上がりましょう。人と会うことはないでしょう。民家の先へ。貯水槽は前回と同じ。前は川沿いに行ったから間違ったんでしょう。きっとこっちに目印あるはず。これですね、あそこにも。この急坂ですね。歩きにくい斜面です。堀切りかな。堀切りでしょうね。左に上がります。段になっています。お、何かありました。ここですね、14時9分、大阪城跡の日、中村伊勢氏終焉の地。展望はありません。大阪跡城に来たから思い残すことなくなりました。貯水槽から遠くなかったです。こっちは道わかりませんね。空の様子、さあ降りましょう。あの急坂下るのは嫌ですが、ゆっくりと。14時14分です。空が青いです。八千代湖岸です。藤の花はまだかな。誰もいないから降りても大丈夫そうですね。とりあえずマスクつきましょうか。穏やかな風があります。のどごえ公園はいくらか人がいますね。あそこに田谷城跡があります。少し八千代湖を眺めましょう。端ダムは見えません。端大橋、ソメイヨシノは終わっています。あの小山が大阪城跡。春なのに秋色ですね。昔は水面下に集落がありました。城跡見たから帰りましょう。桜の木が大きくなっています。のどごえ神社、場所を変えました。八重桜が咲いています。ピンク色ですね。湖畔です。
山が綺麗です。樹木が水没してます。風のせいか土で濁ってますね。新緑の風気持ちいいです。のど越公園の方です。田谷城跡はあそこ。遊具をズーム。藤が咲いています。先ほどの大阪城の方です。まだよく晴れていますよ。